シオン、見て、ドロシーの手。手に豆。シオン探しにはお金が必要だからって。雨の日も、風の日も、坂道でも、ぬかるみでも、ずっと屋台を引いてきたんだよ。ゲーム機くらいしか重たいものを持たなかった。ドロシーが？もういいだろ。ドロシーだって、シオンに再会して、喧嘩なんて本当はしたくないはず。私知ってるよ。シオンにずっと会えなくて、ドロシーが夜中に一人で泣いてたの。ドロシー、ぐずぐずするな。ライブをするぞ。え？わあ、ライブライブ。